トリーフというわけで皆さんどうもこんにちは、ミートセンス。いやー、実はですね、私つい先日、昨日ですね、テトリスをやったんですけどね、いやー、残り3位まで行ったんですけどね、なんと1位が取れなくて、めちゃくちゃ悔しい思いしてたんですよね、本当に。なので今回はドラだったら1位を取れるんじゃないか説を私実行していこうと思います。まあというよりね、どの方も強いんですけど、さすがにカスタムよりはね、まあ強い人率が少ないのではないかといった、まあ、甘えた考え方で私今回ね、ここやっていきます。でもね、強いのよみんな、本当にもうカスタムでやるとね、びっくりしちゃう本当に。何、どこでそれ学んでいったのっていうぐらいみんな強くて、あ、震えちゃいますね本当にね。あ、どうしたの、これはちょっと悩ましいですね。 OK、 あ、とりあえずこれでいきましょうか今回は。さあ、ちょっと消して、さあ消していく。で、ここも消していくけど、で、なんかちょっとあれですね、なんとも言えないですね、これね。ゴマ箱ですね、はい。ここも消して、OK。昨日やったときはね、まあ、ほんとトリプルスピードね、まあ、虜になってましたね、ほんとね。やっぱ久々にやるとね、なんだかんだ言ってね、まあ難しいですよ、本当ですわ。はい、OK! タッペンって言ってね、まあ、ずっと叫んだんですけど、まあ、本当 T スピンするだけで、まあ、楽しいゲームって、本当にやるのかなって思ったんですけど、まあ、よく考えたら T スピンするゲームって、まあ、テトリスが何もないんですよね。まあ、当然ですよね。テトリスっていうゲームが、まあ、T スピンっていうものをね、まあ、生み出してるんで、まあ、当然といえば当然なんですけど、まあ、でも本当にね、テトリスがね、T スピンをするだけで、まあ、こんな面白いゲームだと、まあ、始めた当初はわかんなかったですよね、本当にね。だから、初めてやったのが、まあ、大体その任天堂スイッチ、使った日に、他にゲームなんもなかったプラス、なんかどういうことができるか分かってなくて、まあ、とりあえずやってみようかなってやったのが、私、これだったんですよね。なので、まあ、ある意味ではなんかもう、私のこのね、なんていうんですかね、任天堂スイッチ人生では、初めての経験っていう感じだったんで、いや、今すごくね、困ってますね、本当にね。そう。もうテトリスって、本当にね、もうこれがよくあるんですよね、このね、まあ、ちょっとしたミス。まあ、ちょっとしたミスから来る、これ。あ、今すごくうまくいったね。あれね、最近ね、学びました。あ、学んだんですけど、まあ、そんなうまく活用できてるかって言われたら多分できません。ですが、学びました。さあ、どれくらい？で、ここで、こうですね。ここをとりあえず開けましょうか。さすがにここ穴開けないと罰が悪いので、とりあえず開けていきましょう。しかし、ここでまた長い棒が欲しくなってしまった。いや、ここの長い棒はとても欲しい。だがしかし、手に入らない。なら代用するしかない。じゃあ、これ行きましょう。行きましょう。いやー、ここでは使いたくないが使い。まあ、使いましょうか、ここはね。仕方ないんで使いましょう。はい。最悪の事態になりました、これ今、本当にね。どうしてこんなことになったんでしょうね。すっごいやりづらいです、今、本当に。まずびっくりするやりづらいんですけど、まあ、とりあえず、ここはめといて、まあ、さらに縦をやっといて、なるのこうですね。はい。で、ここもはめておくことによって、落としていける。素晴らしい。さあ、これが、配信ではなく、個人でやる、いや、配信外でやる、2021年の締めくくりテトリスで1位を取りたいというね、男の力といったところでしょうか。いい感じに仕上がってきました。あの状況から、絶望的かと思われたあの状況から、なんとなんと復活であります。いや、復活してるのかこれ本当に。なんかちょっと不安でもあると、ちょっと不安でもあるが、まあ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 、多分復活している。 OK いいですね。はい、ここで前に長い棒をここにぶち込んでいくでも少しちょっとやっぱりやりづらい。 OK、 はい、素晴らしい。で、ここもはめちゃいましょう。で、ここもいっちゃう。そして、ここもおまけでいっちゃうって言いたかったんですけど、多分ここに来て僕らのことあんないんで、やめていきましょう、今回は。今回はやめておく。はい、3人いって。はい、OK。OK？
三国で食べていこう。え、ですね、長い棒を余らせている。まあここはちょっとあれですね、テクゾーを見せようかと思ったんですけど、多分テクゾーをやるとですね、まあ高確率で失敗する可能性が非常に高いので、まあ今回ちょっとテクゾーをやめといて、まあ普通に行こうかな。さあ、なんかめちゃくちゃ狙ってますね。困りますね。こんなに私なんか誰かに狙える理由もないんですけど、こうですね、はい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 、で、ここで、こうですね、はい、TP 決めていこう。決めていくではないんですよね、ほんとにね、決めていくではないんですけど、はいはい、OK、 OK ですね、素晴らしい、素晴らしいんですけど、まあ、ここでも素晴らしいんですが、はい、まあちょっとね、無駄を許さないんですね、これね。はい、そして緑をはめて、さらにここで、はい、紫、はめていこう。いいですね、素晴らしい。本当にね、ここに火はまるとね、もうめちゃくちゃ嬉しいんですけど、あーっと失敗かと思いきや、まだ失敗ではない、OK。まだ耐えている、まだ耐えている、まだ耐えてはいるが、ちょっと困っている。いや、ちょっとじゃないかもしれない、これ、本当は。本当はちょっとじゃないのかもしれないけど、ただやっぱりね、あんまり困った困ったに言い過ぎると、本当に困った仕事が起こり得るので、今回はここにします。 OK、OK、はい、OK。 ここはですね、こうですね、 OK。 はい、そして長いやつ入れといてからの、入れといてからのなんですが、ゲロ、OK、はい、OK、 あ、OK、オッケー、いいですね。はい、ここで、はい、ここで起死回生のコンボ、あー来てはいる、来てはいるが、さあ、はい、まだ耐えれるか。ここはなんとか耐えきってほしいところではあるが、なんとか耐えきってほしい自分自身に。ここまでいったら耐えなきゃ損。いやーとこれはちょっと厳しいか。いや、これはこれは厳しい。わざとやってて、いや、あまりにきつい。わざとやって、 OK、 危ないか、どうだ、食べれるか、まだいけるか。いや、無理だ。じゃあ最後にこう、そうですね、2022年のまあ締めくくりですかね。まあテーマといえばね、はい、まあなぜそもそもテトリスを始めたのかっていうところね、多分皆さんもね、ご存じない方いらっしゃると思います。本当によく最近見た方とかね、あんま知らない方っていうかね、まあ、基本ゲームのことしか話してないようなね人間なんで、ちょっと知らないと思うんですけど、まあ、テトリスを始めたね理由としてはですね、まあやっぱりこうTスピンですよね、なんだかんだ言って。まあ、T スピンを見て、なんかめちゃくちゃかっこいいなと思って、まあ、それ見てからマジで、テトリスはハマりましたね。まさかね、こんなね、1個のゲームっていうかね、俺パズルゲームとか、まあ、ぷよぷよとか見てたらわかるんですけど、むちゃくちゃ下手なんですよね。それはもう人がびっくりするぐらい下手なんですけど、まあ、そんな人間でもね、なんかこう、テトリスの、なんかこう、T スピンの魅力っていうんですか、まあそれになんかもうね、完全に感化されましたね、本当にね。ディスピンってめっちゃかっこいいじゃんと思って。それからもう、そうですね。テトリスにハマってしまったわけなんですけど、いや、ちょっと今ちょっとすいません、あまりにそういった敵が出来事が起きてしまって、失礼しました。完全に今なんかね、頭の思考回路がね、ショート回路進んでないんですよ、ほんとね。パーンってやりました、ほんとに。ここまでね、アミスできるんだと思って、普通にびっくりしました、今。ここはね、はい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 。人間なんかね、ショックなことがあると、すごくね、
頭の思考回路が通るんだっていうのね、テトリスでよくわかりますね、本当にね。テトリスってね、すぐわかっちゃうからね、これに関しては。いやでも本当2022年もね、2021年だ、いろいろあったね、本当にね。そう考えるとね、まあ、楽しいことも辛いこともたくさんありますね。やっぱまあ、楽しいことのランク付けで言うとですね、まあ、やっぱりそう、何でしょうね、まあ、いろんなゲームに出会えたこととかですよね、やっぱりね、まあ、そこら辺に関してはマジでいいことあったんですけど、同時に悲しいことは、まあ、思ってたほどクソゲーが少なかったってことですよね。やっぱりなんか世の中いいゲームにあふれ返ってしまって、まあなんかのプレイができないレベルのクソゲーとかあったんですけど、本当にね、なんだこれみたいなやつあったんですけど、なんかこう程よい塩梅の、あーこれわかるみたいなクソゲーではなくてですね、もう本当になんかこう、そうですね、こう鍛え上げられすぎてしまって、俺は一体どこに俺は感情を持っていけばいいんだろうみたいなゲームが、まあ、結構見つけてしまったりしてて、うーんって顔してましたね。はい、あとはね、自分の中でこういうゲームめちゃくちゃ面白いなと思ってやってたゲームが、まあ、すごく評価悪かったりとかで、まあ、それによってなんかちょっとショックを受けたりっていうかね、まあ、このゲームやりたかったのになー、血だみたいな思ってたゲームが全然マルチプレイできなくていやもうそれがマジでね、悲しかったね。なんか買ったゲームとかも結構あったんですけど、まあそうですね、めちゃめちゃ期待して買っていたのに、それがもうね、全くできないなんて状況って、まあ結構ザラにあって、マジかと思って、まあそれが俺の中の、まあ、2021年の、まあ、悲しかったことランキングですね、やっぱりね。基本的にはね、楽しいこと多かったんですけど、まあ、ほんとクソゲーってやっぱり、人気ないときっていうか、まあ誰か、ゲームか、クソゲーじゃないわ。そう、誰かがプレイしてくれないと、まあ、ダメなんだなっていうことを改めて実感しましたね、ゲームってね。だから、これからもね、まあ、2022年もね、まあ、クソゲーいっぱいプレイしていってね、まあ、まあ、かそらないようにしていきたいですよね、なんかね、クソゲーがね。だからやりたいゲームにかそっていくゲームってやっぱりね、一番強かったわ、ほんまに。ゲーマー的に一番強いことないって言われたら、多分そこですね、ほんとにね。なんかこう、すげえ面白そうだなと思ったゲームがね、かそってできない。もうこれに尽きますね、多分ね。ランキング的にはね。結構なそっときついですね。今きついですね、これね。OKOKOK。はい。まあ来年はね、まあそんなことがあんまないようにね、たくさんのゲームが、日の目を見ることをね、祈りながらね、はい、思っています。危ない危ない、OKOKOK。うまく乗り切ったね。ナイス！いいよ、いい乗り切り。今のはすごくよかった。いいですね。いやでも2022年もね、もうなんかもう初っ端からなんかね、まあエンダーリングっていう、あのダークソウルっていう、まあまあ私の好きな新ゲームがあるんですけど、まあそれのね、続編じゃなくて、まあ新作が出るんですけど、まあそれがすっごい楽しいなんで、まあ2022年もね、もう今からワクワクしますね、本当に。あそこね、2020まだなってないのに、まあ、こんなにワクワクさせてることあるんだって感じしますよね、ほんと。思うとね、ほんとにありがたいですね。なんかこう、こういうのを楽しませてくれるっていう、なんかもうね、ゲーム会社にほんとに感謝しかないです、ほんとに。で、今すごくやばいです、これ。なんか、ちょっとあれですね。苦しいですね、これね。さあ、これはどうしようかな。
OKOK。 はい、まずい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 、あー誰だということで、2022年も楽しんでいこうと思います。それでは皆さん、2022年もお楽しみください。まこんなこと言ってますけど、まあ、音速配信もするんですけどね。じゃ、またね、バイバイ。